どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスの 30% キャッシュバックキャンペーンね、解説やっていきたいと思います。いやー、アメリカンエキスプレスね、先日動画で出させていただいた特別オファーのキャンペーンがありましたよね。まああちらのキャンペーンはですね、プロパーのアメリカンエキスプレスのクレジットカード、まあ、SPG アメックスとか X グリーンゴールドプラチナとかね、まあ、そういうアメリカンエキスプレスがね発行しているクレジットカードが対象のオファーのキャンペーンだったんですけども、今回の 30% キャッシュバックキャンペーンっていうのはプロパーのアメックス以外にもですね、セゾンアメックスとかありますよね。そういうアメックスの、ね、名前がついたクレジットカードもですね、対象のカードが多いということですので、ぜひね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードね保有されている方は、狙ってみていただきたいなっていうふうに思います。今回のねキャンペーンはですね、 URL が、存在しますので、こちらの動画の概要欄にですね URL 添付しておきますので、そちらね確認していただいてエントリーしていただけたらなっていうふうに思います。でこちらのキャンペーンの概要なんですけども、期間中2020年の7月の3日から2020年9月の24日までに対象店舗で利用すると利用額のね 30% キャッシュバックっていうキャンペーンになっております。上限が5000円までっていう風になっておりますんで、対象支払い金額は 16,667円という風になっております。でこちらね対象の店舗なんですけども、対象の店舗ねかなりたくさんありますんで、概要欄にね公式サイト、エントリーサイトと一緒なんですけども、こちらでね対象店市区町村ぐらいまでね結構細かく入れるようになっておりますので、こちらからね見ていただけたらなっていうふうに思います。こちらのキャンペーン自体が以前もねあったキャンペーンなんですけども、今回ですねかなり対象店舗がですね多くなっておりますんで、結構ね期待できるのではないのかなっていうふうに個人的には思います。まあスーパーとかね一般的なドラッグストア等々はね対象店舗にはないんですけども、結構ねユニークなお店が多くてですね、まあ飲食店はね結構多めっていう風になっておりまして、それ以外にもですね美容院とか普通のね薬局屋さんとかもね入ってるんですよね。これねかなり不思議なんですけども、今処方箋とかねクレジットカードって使えるじゃないですか。ですね、もしかしたらまあそういうのでもですね対象店舗になっているということですんで、まあ、そういうのもですね 30% キャッシュバックね、まあ、受けれるのではないのかなっていうふうに思います。でまたなんですけども、今回のこのアメリカンエクスプレスのキャッシュバックキャンペーンのねお店なんですけども、ポイントサイトの案件でモニター案件ってありますよね。まあ、実際に飲食店とか居酒屋とかね、そういうお店を利用して、実際に利用して、まあ、支払いをしてね、お店のね、雰囲気とか、まあ、店員さんの対応、あとお手洗いのね、あの清潔具合とかね、まあ、そういうのを見て、まあ、後からねアンケートに答えるっていうねモニター案件っていうのがあるんですけども、私ねポイントサイトでかなりおすすめしている、まあ、ポイ活案件なんですけども、まあ、そちらのね対象店舗がですね、今回このアメリカンエクスプレスのクレジットカードのキャッシュバックキャンペーンのね対象のお店にですね結構ちらほら出てるんですよね。ポイントサイトのこのモニター案件っていうのは、まあ、基本的に 30% から 50% くらいがね、まあ、大体ねポイントが返ってくるパーセンテージなんですけども、まあ、中にはね 70% とか 100% とかいうのもあるんですけども、まあ、これをですね併用して利用していただければですね、まあ、プラス 30% という風になりますんで、ポイントサイトのモニター案件がまあ 50% であればプラスね 30% なんで、まあ、80% ねキャッシュバックがまあ受けれてしまうっていうね感じになりまして、まあそのうちの 50% はねポイントサイトのポイントバックなんですけども、まあ、それでもですねかなり激アツの案件になりかねませんので、ぜひねこの点も覚えておいていただけたいなっていう風に思うわけなんですよね。ですんで、まあ 80% だってね、普通に1万円利用したら8000円分返ってくるっていう計算になりますんで、かなりね破壊力はね高いと思いますんで、このポイントサイトのモニター案件のお店でもしね利用する機会があるのであれば、ぜひねアメリカンエクスプレスのねキャッシュバックキャンペーンの、ね、対象店も探すようにしてください。まあ注意事項としてはね、このポイントサイトのモニター案件でクレジットカードの支払いがね NG っていうお店も、まあ、中にありますんで、まあその点だけはですね、せっかく利用しに行ってね使えなかったらあんまり意味がないので、まあ、その点だけはねポイントサイトの案件の注意事項の方ね確実に確認していただいて、クレジットカードね利用できるかだけは見ておくようにしてくださいね。
でもですね、これかなりね、すごいね、掛け合わせでね、利用できるっていう風になっておりますんで、もちろんね、ポイントサイトの方はですね、ANA マイル、JAL マイルにですね、交換することができますんで、ぜひね、積極的に狙ってみていただきたいなっていう風に思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、クレジットカードお得情報を、マリオットボンボイ、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますので、ぜひね、チャンネル登録してない方は、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。